今回は悩み相談会ということで、こちらのやる気が出ないんですけどどうしたらいいですかっていう質問、相談に答えていこうと思いますので、よかったら最後までお付き合いください。改めましてどうも、タイチューです。今回はやる気について話していくんですが、先に言っておきます。このやる気が出ない時どうしたらいいですかっていう相談に、もうこれだよっていうね、これで絶対解決するよっていうものはないです。ないね。これはもう個別指導塾でね、塾講師やった時もそれぞれの生徒によってもタイプが違うから、このね方法でうまくいった、じゃあこの子にもって、そううまくいかないんですよね。だからこそみんなも悩んでると思うので、なので今回は特効薬を紹介することはできないんですけど、やる気が出なくて悩んでる時にやっちゃいけない3つの行動を紹介していこうと思います。まず1つ目はやる気が出るのを待つことです。やる気が出ないと思ってる時っていうのは、何かをやらなきゃいけないものが分かってる時ですよね。勉強なのかスポーツの練習なのか、やるべきことが分かって、それがなければ別にやる気が出なくても困んないんで。じゃあそのやるべきことは分かってるんですよね。でもやる気が出ない。さあここでどうするってなった時に、どうしても人はですね、やる気が出るのを待ちたくなるんです。やる気が出たら頑張ろうと思うんです。でも待ってください、違うんです。やる気が出るの待ってたら月日だけが経っていくよ、おじいちゃんになっちゃうぜ。だからやる気が出るのを待つのではなくて、もうやる気があるない関係なしに、やるべきこと分かってんだからやるんです。そんなこと言ってもって思うかもしれないですけど、人にはですね、作業興奮と言われるものがあります。つまりやってしまうと意外とやれちゃうんですよ。作業をしているうちに脳が興奮状態になるっていうことですね。だからスタートを切っちゃってください。ひとまずもううだうだ言わずにスタートを切るんです。で、切った後でもうまくいかないことももちろんあるよ、もちろんあるんですけど、でも10回中3回でも意外とやってみたら、あれ15分頑張れた、もう30分取ってんじゃんみたいなことが起こったら、それで良くないですか今は。なのでまず一旦やる気が出るのを待ったりとか、やる気が出てどうすればいいかなっていろいろ調べたりとかする前に、もうやるべきこと分かってるならやっちゃう、ひとまず作業興奮にかけてやってみるっていうことをやってみてください。そして2つ目のやっちゃいけないことが、ゴールを決めずに走り出すです。さっきやるべきことが分かってるんだったら、まずそれやっちゃいなっていう話をしました。だからもしみんながね、英単語やらなきゃとか数学のワークやらなきゃとか、いろいろねその人によって課題が違うと思うんです。で、じゃあこれやろうって決めて、もうあの人がああやって言ってたから、じゃあやるよって言って始めるじゃないですか。で、闇雲にスタートしちゃうと思うんですけど、ダメです。じゃなくって、今のね、問題者広げるじゃないですか。そしたら、ここまではできるって、ここまではやろうって決めてください。つまり、ゴールを決めるんです。ここまでの目標を決める。それは少なくて構わないから。だってやる気出てないんでしょ、しんどいって思ってんでしょ、そんな大きな量、多い量を設定したらできるわけがない。いや、できそうならいいんだよ、いいんだけど、でもそうできそうだと思ってもないのに立てる目標なんていらないから、そんな張りぼては。だから少なくても構わないからゴールを決める。ひとまずもこの気持ち、このテンションだから、ここまではやろうって、しんどいけどここまでは頑張ろうって本気で思う量を決めるんです。そしたらそこまでやれたら、まず1個の達成感を得られる。だって決めたことやれてんだからすげえじゃん。テンション下がってるとか気持ちが乗ってないところに頑張りきるってめちゃめちゃすごいんだよ。だからそれをまずやってほしい。なのでゴールを決めずに急にやり出すのではなくって、今の自分をちゃんとこうね見つめて、ここまではやろうっていうゴールを決めてから始めるっていうことを徹底してください。そして最後の3つ目は、振り返りをしないです。多くの子供たちを指導してきて思うことは、やっぱり成長実感、つまり自分が努力したことに対して成長ができてるっていう実感は、人のモチベーションにすごく作用します。本当はみんなの身近に、例えば自分がいてさ、こう様子を見て、おいすげえこれできるようになってんじゃんって、前できなかったのにすげえなみたいなことができればいいんですけど、みんなはね、この多分見てくれてるみんなは自宅学習をしてる方も多いかと思うんです。そしたら自分で成長してる実感を確認しなきゃいけない。でもやるべきことが多かったりすると、やんなきゃやんなきゃやんなきゃって急いじゃうんだよね。でもそうするとどんどん進んでいくんだけど、自分ができるようになってる感覚がない。だから努力をしても意味がないように感じちゃうの。それってメンタルがすごく辛くなっちゃうのね。だから例えばさっきさ、ページを決めてゴールを決めて始めてって言ったじゃん。
それをやったらすぐ後じゃなくてもいいし、その日の夜とか翌日で構わないんだけども、やったことがちゃんと定着してるのか、やったことできなかったことができるようになってるのかっていう確認をしていってください。振り返るの、自分でやったこと。そしたら、あ、ちゃんとできるようになってんじゃん。もしかしたらたった3問しかやってないかもしれない。でも3問でもレベルは上がってんだよ。昨日の自分より成長してるの。その連続の先に自分が例えば志望校だったり、まあ、目標点数だったりがあるわけなので、必ず前に進むだけじゃなくて振り返る、自分がやってきたことが定着してるかを確認する、成長を実感するっていうところも大事にしながらやってみてもらえたらと思います。はい、ということでここまでお付き合いいただきありがとうございました。まあ、今回のやる気の話にしても、あとはあとは勉強のね、効率のいいやり方とかにしてもそうですけど、まあ当たり前のことを言ってるように聞こえると思います。まあ本当はさ、そんな技あるんすかみたいな発見が動画でできたら本当はいいですよね。 もちろんそれを持ってたらよかったのかもしれないんですけど、私は基本的に当たり前のことしか言わないです。でもなんでそれをね、こんなに声を大にしてわーって喋るかっていうと、当たり前のことを当たり前にできる強さが絶対にあるからと、そう思ってるからです。自分も受験勉強たくさん悩んで、たくさん失敗して、たくさん試行錯誤してやってきました。こうやってさ、今画面に映ってわーって喋ってるから、ね、人生うまくいってるでしょって感じするかもしれないけど、いやそんなことないよ。たくさん挫折してるし、でも挫折してうまくいかなかった時に、やっぱり工夫をしてやってきて、自分の足で一歩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 歩いていって今があるので、それはまあ突拍子もないことを考えてやったこともある、それでたくさん失敗してんだけど、でもやっぱね、最終的には基本的なこと、当たり前のことをちゃんと当たり前にやる、それをやった上で、つまり基礎がちゃんと固まった上で、自分流のものがいろいろ見出していくの。勉強の仕方にしてもそうなんだよね。だから今回ね、みんなで当たり前のことをわって喋ってる、まあ今回だけじゃないね、いつもそうだけどさ、こうやって喋ってるのは、その当たり前のことを徹底してやり続ける、その先にみんなが今多分全然見えてない景色が広がるのよ。俺はそうだったから、だからみんなもそれを体感してほしいなと思って、こんな話をさせてもらいました。毎週ね、ちょっと暑苦しいですけど、また来週もきっと暑苦しく喋りますので、よかったらそちらもぜひ見てみてください。ではまたね、明日から今週は4日稼働か、今週1週間もお互い頑張っていきましょう。それじゃあまたね、バイバイ。